ここから繰り広げられる会話、テレビの前の皆さんは誰のどんな発言が引っかかりますか？あ、なるほどね。確かに自分はこう感じるっていうのはそれぞれだからね。及川さんは奥さんとどこで知り合ったんですか？いいね、家族トーク。仕事先かな。ちょうどこんな感じで仕事で仲良くなってご飯行ってっていうのが最初。そうなんですね。じゃあもう結構長いんですね。でももう空気みたいな感じだよ。いや、空気ね。でも逆に居心地がいいってことじゃない？いいフォローだよ。よく言えばね。いや、ナイスフォローじゃん。てか俺の話はいいよ、二人の話聞かせてよ。二人はさ、彼氏いる？来ました。いないです。これはいいでしょ。私もいないです。別にね、こんな可愛いのに。どれぐらいないの？私は半年以上ですかね。これ聞くよ。香織先輩嘘ついてる。本当だ。あの人はカウントしないってことね。まあまあ、そうかそうか。二股相手だったからね。後輩としてはそう。あ、私は1ヶ月ぐらい。最近じゃん。じゃあ結構今寂しい時期だ。ね、指さすのいちいちやめて。こうだから。指さすの。これはいいのよ。こうはダメだけど。嫌です。嫌です。香織ちゃんは何歳上くらいまで？素晴らしい。絶対だよ。ちょっとあんま気にしてそれ聞きたいのよ。言い方めちこだった。よし、俺がギリまだ範囲だな。よく言うやつだよね、お父さんより若ければって。本当かって思うね。及川さんは奥さんがいるじゃないですか。まあまあ、それはそれでしょ。最低ですね。この後輩ちょっと嫌だな。これはバットですね。香織ちゃん、いい先輩でしょ。こんな綺麗なのに仕事もできて優秀で本当いいよね。そんなことないですよ。こんな綺麗なのにの意味がわかんないね。こんな綺麗だからじゃない。本当なんだし、俺の同世代の女なんか女子が持ってますみたいなやつはさ、めちゃめちゃ気が強いし可愛げなんてゼロだよ。守ってはないのよ。たまたまよ。ないのよ可愛げ。マジで可愛げないのよ。